前回までの騙さじ。え？うわこれは戦争始まるぞ。うっせえな。うっせえんだよ。次回大の大改革ということでね。ついにこの騙さじ対アンドドレイ企画に、はい。農地大改革作戦が始まる。この社外の、大飢餓問題がですね、解決されるということで、皆さん飢餓問題、飢餓問題解決されます。とりあえずみんな、シャベルシャベル、石のシャベルを大量に作って整地の準備だ。大整地を開始するぞ。大整地は？お前あざ洗ったろ。いやでもちょうどこの本部の裏がいい感じの平地になってんだよ。これ今木を伐採し、ここら辺なんか植木ない？これ植木の法則あるよ。どの高さに合わせよう。あ、まあここか。え、何これ。あーもうなんだよ、なんでそんなさ穴作っとくの。これ洞窟ですよ。でも掘ったとかじゃなくて、もともと空いてた場所です。もともと空いてたのか。なんで塞いでねえんだよ、はい、誰も落ちないだろ。こうやって死人が出るんだよ。さっきから落下し多いな。タモさん、ダイヤモンドとシャベルいる？なんでだよ、もうどうやって使うのあれ。どうやって使うの。してるの。上に乗ってシフトで降りて。いいよ。あそこ見て、あそこ。ん？マジでアップね。一生信用しねえこの人。待って待って、ホーム。待って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 、無血やんそんなん。もうマジでやめたくなった今もう。完全まつげ無血最強無敵のハイゲー玉を。農園の広さはどれぐらいにするんでしょうか。農園の広さはどれぐらいにしようかな。なんかで目安作るか。食料農園、ここでしょ。まずここをまっすぐ行って、え、本当に行ってます。たまさんこれ、やばい。延ちゃんのこれやばいっすね。で、じゃあここら辺までぐらいかな、これ。よし、みんな決まったぞ。はい、この四角形の中全部やります。全部整地します。ブラック企業、俺燃やしてるよ。僕燃やしてる。はいはい、こんな一瞬で終わるんじゃん、エンちゃんと。燃やしてるよ。うわぁうわぁうわぁ気持ちいい。こんなんでも、そうでもなくない？意外にそうでもなくない？これかもしれんすね。一瞬っすね、なんか。え、エンちゃんと最強すぎない？これえ、そんなどっかな。本気でこれ今からずっとやります、聖地。え、なんでやるやろ。今日はもうこの画面がずっと続きます、マインクラフト動画。もう作業しながら要望の高いラジオとかやるの。そう、確かにね。ツイッターでなんか募集する質問とか。募集ですね。あ、めっちゃ来てるわ質問が。めっちゃ74件。お、コナヤから質問来てるぞ。おい、クソガクランメンバー一人一人どう思うか。じゃあどう思う、みんな。クソガクランメンバー、じゃあまず高木。変わった。あ変わった。いや、高木変わりましたよ、ほんまに。あの時の高木はいなくなった。僕は高木のあのクソガクラン入る前から知ってますからね、僕は。あ、そういう一番いいわ。でも高木はでもすごいすごいでしょ、登録者一番クソガクランであるんじゃないの。7万人ぐらい今一番すごいでしょ。すげえ、すごいよね。一発のあれじゃないな。もう YouTuber ですよ。まあ次じゃあ TS は TS くん。 TS 生意気でしたね、一回ぶち切れましたね僕は。何よ。ラストのゲームでね、初めて TS となってね、僕ゲーム全然わからなかったんで、まあ手こずってたんですよ。ほな、おいメロンプード何してんねん、プッチー。お前調子飲んだよお前マジでつってカツ入れましたね。でも最近もなんかメロンブドって呼び捨てにしてたよみたいな話最近聞かなかった。嘘だろ。俺また一発締めなきゃいけないから。 あいつ締めますわ。ちょっとおい TS も見てるかお前。どうしようなあの。じゃあ次はペガサス。変わった。また全員じゃないですか。でもなんかね、ペガサスは可愛らしさがある。まあまあそうやな。そう、コメントとかしても、お、そうそうそう、思いますかみたいな。あーね。まあめっちゃ来るわそれ。でも高木とか俺がコメントしても、来たんだ、あ、たまさせさんさんの人来たみたいな感じで。お高く止まってる。お高くなっちゃったか高木。次は、コノヤ。む
一番嫌なやつやん。でもこの世が一番まともっちゃまともじゃない、人間的に。あ、まあまともじゃない時もあるんだけどな、あいつ。まあじゃあ次はぬめもん。マネージャーはちょっとフラインではないけど、まあマネージャー、そもそも最初結局どういう理由で決まったか俺詳しく知らないな。キャラ的なのもあるし、シグル玉を愛は感じられた。お耳とかはなんか俺がキャラ的にいいなっていう、まあ、マネージャーあんま分かんないからな、みんな分かんないですね、ぶっちゃけ。そんな感じ。次の質問いきましょう。じゃあ次の、死ぬ前に何がしたいか。はあ、あるあるですね。あるあるだね。今からパッて死ぬの。じゃあ一日あげましょう。いよいよ一日、みんな何をする。まあこういうのはやっぱ佐々木さんがパッと答えられるできた大人だと思うんで、佐々木さん。いや俺リアルだと子供と嫁と3人の時間を過ごすね。あー普通は佐々木は破天荒じゃねーな。でもでもちょっとハメ外すともうぬめもんで24時間ぬめもん気になってんじゃねえかお前。じゃあチレゲは、部屋に引きこもると思う結局多分本当にガチで人間ほんまに。じゃあメロンブドウは。僕はほんまにガチで思ったのは一回人を、うん、ボコボコに殺してみたいですね。どんな感情になるんかなっていうのは気になります。人がサイソバスやん。わさびはじゃあネタなしで言うと、うん、空からジャンプするやつやってみたい。バンジージャンプ。スカイダイビングの方か。スカイダイビン ビング。いやなんか本当にそういうやつやん。お前映画であるやつやん。死ぬまでにやりたい5つのことみたいな、その題名がつき最高の過ごし方みたいな。せんべいが泣いたみたいな。ダルハタは、俺割とガチガチなんすけど、うん、死ぬまでにはスノボ絶対1回したいと思って。もうめっちゃスノボ行くの。ちっちゃいなお前の人生は。玉刺し隊に入ってほしい有名人とか。おー面白そうっすね。俺は男も女も兼ね備えたケミオ。あケミオね。マジでか、かまさせての将来も見てケミオいたら最強です。ケミオいたらやばいね。やばい。ケミオはマジで才能の塊だと思ってるから俺。トークがすごいこと、すごいこと。あーすごい。止まんないよ。もう止まんないし、リアクションもなんか普通にすげーってなっちゃって。っ誰だろう。やっぱ島津の鉄砲兵なのかな。やめてよ。もうそれ俺のボケじゃん。これ土周りで囲っといていいっすか、玉さん。ん？なんでここ？え、わかりやすいかなと思って。いやいいよ、わかりにくい。なんかメロンブドウめっちゃ土で囲ってんだけど。見てめっちゃわかりやすい。めっちゃわかりやすいやこれ。何しろ邪魔だよ。お前ちょ待て。おい黙れだから。そう、ね、だから。気持ちはわかるけど、なんで一言言わないの？待て俺が思い描いてたのは。あ、玉川さんこれ見てください、囲いました。うわお前やるなお前。やっぱ気利くなよ。なんで批判どこやねん。そんなよく想像できるなお前。いやこれなかなか終わらんな。なんだこの広さ。あんただよ。あとちょっとですよ。ペガサスくん来たってことはニワトリがいっぱいいるの。え、ペガサスオンラインした？おっとちょっと見に行くかこれ。あ、TS も来た。おい行くぞ。取り消えたって言ってる。許さない、取り消えた殺す。よし行くぞみんな突撃。遊び行こう。まさかのそんな展開？おー、ペガサスと TS がいる。おいおい、なんだこいつら。おい、なんだ。あ、こっち来いって言ってる、わ、これ俺らの村村買ってんぞこれ。なんかやる気じゃねこいつ。ニワトリ巻いてる、ニワトリ巻いてる。わかりやすい報復行為だなおい。あ、チレゲの家にお前ニワトリ巻いてるぞ。おーい、当たらん。おー、TS が何個持ってきてんだ。こいつら何個持ってきてんだよマジで。待って、TS が消えてる、どこだ。あ、なんか死な、落ちた。あら、消えるか。ゲーム退出した。なに、苗落ちか。うわー、ペガサスが畑踏んでるぞ。ばらまいて、種ばらまいてますよ、ほんと。種ばらまきだよ。おーい、クソガキの収録でやれよ。うわ、チレゲの家のなんか奥の、うわ、ぶっ壊してる、全部ぶっ壊してる。はぁ、お前ふざけんな。麦畑踏みまくってるぞ。うれ。逃げた。あっちか、おら。あー、よーし、ラストスパーバースパート行くぞ。大事なとこで噛むなよ。もう少しだ。もうこんなバカな政治しないようにしよう今後はな。こんな政治はやめよう。もういけー。タモさんいけそうやろ最後これ。出がないなー。
結構長いやつ。ここまで長かったぞ。今日は1日でよくやったわ、これ。1、2時間やってましたね。1、2時間もずっとね、2時間か、もう大体2時間半ぐらい。もう結構かかったよ。ということで、完成でーす。やったー。達成感がやばい。めっちゃ綺麗じゃん、クリエイティブ見て。めっちゃ綺麗になった。とりあえずは聖地終わったということで、じゃあここで一段落ということでね、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。アメリカ西海岸を目指そう、このまま。さすがに行ってるか分かんないです。